アメリカ製単造ホイール1221。珍しく本当に BMW にしてはこうエロい。1点だけちょっとあの分けありなところが、はいはいはい、ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズプラーより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズプラーのツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくお車が BMW M6 グランクーペ2014年式 28,500 キロ、こちらの車両になります。28,500 キロですよね。はい、はい、間違っちゃった。はい、で今回ご紹介させていただくこちらの車はもうボンドらしい。そうですね、もうその一言に尽きるかなと、はい、かっこいい。カスタム点数かなり多めなんで、うん、まあ、ちょっとカスタム紹介っていう感じで、はい、ご紹介させていただければなと思います。そして今 M6、M5 買いじゃないですか、うん、そうですね。今回これ撮るよって言われて、はい、あのこれももちろんチェックしたんですけど、あの中古車情報サイト僕チェックしちゃいました、はい、3分の1、うん、新車価格のもう間もなく4分の1に届きそうな、うん、で今中古車市場がガーッと上がってる中で、まだ M5、M6 はその風にまだ乗れてない感じなので、買うなら今でしょ。あの新車で購入された方にはなんかちょっとあの心苦しいですけどこれから買うよっていう方にはもうすごくいい車だなと思ったんですよ。で今回かなりしかもいじってあるじゃないですか。そうですね、はい、でこのカスタム費用を入れたらとんでもない金額になるんで、うん、まあ、ちょっとその辺を重点的にご紹介させていただきたいと思います、はい、でまずカスタムの内容としてはエアロパーツがフロントサイドリア、あとトランクスポイラーで、こちらが 3D デザインのものが装着されていると、はい、もう言わずと知れた BMW 日本発信のチューナーですよね、うん、でこちらのもの、これが純正のマンパーにちょっとかぶさってる感じですよね。でここが全部カーボン平織りのこちらのものが装着されている。でローダウンされててエアロパーツついてると心配なのはここじゃないですか。はい、あ結構大丈夫ですね、うん、案外大丈夫、はい、この低い車高なんで、はい、この下側がガサガサになってるかなと思いきや、うん、ノータッチとは言わないですけど、うん、あのほぼ無傷なんで、まあこの辺なんかもしっかりコンディションがいいものがついております。あと今回この黒塗りなのがすごくいいなと思ったんですよ、うん、もうグリルも黒くなってますし、はい、ボディカラーもまあ黒ですね。エンブレムも若干あスモークペイントされてる、少しなんかちょっと本当にうちらしいなと思って、はい、こんな感じになっております。そして早速横に回っていきましょうか。今回のお車は足元しっかりカスタマイズされているということで、ホイールの方がアメリカ製単造ホイール1221、デザインの方が 0440AP2 スポーツ 3.0、フィニッシュの方がブラッシュドガンメタルですかね、うん、でなおかつ2ピースなんで本来こうピアスボルトが出るデザインだと思うんですけど、こちらの場合は、ブラインドボルトということで、一見なんかワンピースにも見えるデザインの2ピースホイール、うん、よく見ると裏側のこのボルトナットが見えるようなそんな感じのデザインだ。これかっこいいっすね。かっこいい、黒じゃないこのガンメーターあたりで決めるっていうのはかっこいいっすね、うん、でしかもこれ21インチなんで純正1インチアップですかね。でグランクーペだけ標準20インチなんですよ、うん、で他のだと19インチからってことなんですけど、そこからさらに1インチアップして21インチ、でタイヤの方が25530/21ということで、はい、ミシュランのパルトスポーツですかね、こちらのものが装着されてます。これ出づらとなんかタイヤの引っ張り具合もちょうどいい感じじゃないですか、うん、そうですね、はい、なんかちょっとムチッとしててもおかしいし、うん、はい、出づらはもう完璧つらつらな感じでございます。そして奥のブレーキが高額オプションが入ってるじゃないですか。そうですね、はい、カーボンセラミック、これ過去 あのオプションリスト見たんですけど、うん、120万円ぐらいするんですね。こちらが装着されている。でこれキャリパーがもちろんそのゴールドになって、まあ、ローターもカーボンセラミックになるのもそうなんですけど、ローターもこれサイズアップしてるんです、うん、純正が400倍のところ、410倍になってるということで、ちょっとサイズも大きくなってる。でまあ制動力っていうよりかは多分あのバネ下重量の軽減とかそういうものにつながってる感じじゃないでしょうか。こちらが、ブレーキが、これなかなか中古車市場でもないでしょう。そんなについてる車はないですよね。そうですね、はい、なんでこの辺がついてるとかなり嬉しいんじゃないかな、うん、で今回車高も結構低いですね、うん、でこちらが 3D デザインの車高調、こちらが装着されてる。で車高調なんで、まあ、上げたり下げたり調整できるんで、まあ、ご納車の際言っていただければもうちょっと低めでとか、そうですね、はい、上げ気味でっていうのもできる、うん、で杉村さんこれ、はい、3D って、はい、あのオーリンズ製だって知ってました、うん、そうだったんですね、はい、最近知りました。実は作ってるのはオーリンズっていう、はい、ただオーリンズのあの
可変の減衰調整の機構は入ってない、うん、もうちょっとシンプルなものらしいんですけど、一応製造を担当しているのはオーリンズということで、まあ、走りも間違いないから、うん、で今回のお車はボンドでカスタマイズさせていただいたお車ということで、もちろん仕様もはっきりしてますし、あとは走行距離が 28,500km ということなので、うん、まあ、足回りもまだまだいけるのかなと、うん、はい、でこれあの車高調いくら入ってますよって言っても距離10万キロとかだと大丈夫かなと、うん、そうですね、はい、まあ、オーバーホール出せるものであれば出したいし、まあ、もうそろそろ変えたいしみたいな感じになりますからね、はい、でまだまだ賞味期限的にも問題ないのかなと、うん、こんな感じの足元になっております。あともういろんなところ全部黒くなってるんですね、うん、窓枠もそうだし、このサイドギルですか、こちらも黒くなってたり、あとここもペイントされてるんですか、うん、じゃないですかね、ペイントじゃないですね、うっすら M6 のロゴが見えますけども、はい、この辺なんかもしっかりだから、メッキパーツ今回ほとんどないですね、うん、本当にあのエンブレムがちょっとスモークで残ってるぐらいのもので、うん、そうですね、はい、外装のメッキパーツがほとんどなくなってる、うん、ドアノブなんかも全部黒いものになってる、うん、そしてサイドスカートもこちらも同じく 3D デザインのものが、 3D デザインってあんまりこう主張しすぎないんでいいですよね、うん、そうですね、うん、なんか日本人好みなデザインというか、あんまりゴテゴテだと、うん、特にちょっとこう年式が少し経った時に若者感出ちゃうじゃないですか、うんうん、それがなんかすごくスマートで、うん、言ったらなんか純正オプション、あれ M パフォーマンスでしたっけみたいな、うん、そんな感じのシルエットなんで、まあ、いろんな世代の方に乗りやすいのかなと。あとはこの月村さんも言ってましたけど、このスタイリング、うん、ボディめっちゃいいっすよね、うん、かっこいい。でこれ寸法的なものでいくと、5015で幅の方が1900、前高の方が1395ってことで、これ M5 比でいうとなんと10センチロング、うん、で幅の方が1センチワイド、うん、で車高が7センチ低いらしいですよ、うん、ほぼ同じそのカテゴリーというかの車でこんなにスタイリング違うってすごくないですか。かっこいい個人的には、はい、E46 の M3 の次に好きなデザインです、はい、歴代の BMW の中でちょっと分かります、はい、でいい意味で M5 ってもうちょっとフォーマルな感じじゃないですか、うん、それがこのグランクーペになるともうこのスタイリングでちょっとおしゃれさがパワーアップされてる感じがします。でこれ僕もありがたいことに過去車両紹介で何度か乗せていただいたんですけど、このスタイリングなのに中めっちゃ快適なんですよね、うん、屋根7センチも低いんでちょっと大丈夫かなって感じかと思ったら意外になんかこう居住性いいんですよね、うん、ちょっとこの辺の内装に関してはこの後ご紹介させていただきたいと思います。で後ろも同じく1221インチ、後ろ逆ぞりすごいっすね、うん、かっこいい。このぬんめりしたフィニッシュはかっこいいですね。でこのワイド&ローな感じにこの逆ぞりデザインのホイールめっちゃ合ってると思うんですよ、うんうん、でこちらが装着されている。で同じくカーボンセラミックですけれども後ろは片押しでしたっけ。そうですよね、一応片押しですね、はい、で一応ゴールドのキャリパーになっていると。であとはこの10センチ長いボディ このサイドのキャラクターラインが前から後ろまで続いてるじゃないですか、うん、これがまたかっこいいんですよね、うん、そして後ろに行くと後ろも同じく 3D デザインのトランクスポイラーとあとリアのディフューザー、そしてエンブレムが黒くペイントされている。でこの流れでいくとちょっとテールランプとか全く触ってないのが意外や意外なんですけど、うんうん、この辺はペイントカスタマイズなんかもされてない、まあ、そうですね、あえてなのか、まあ、次のオーナーさんがもうちょっと色味落とそうよということであればもう軽くスモークかけてもいいと思いますけどね。結構スモークもこの加減によってちょっとこうやんちゃな感じが出ちゃったりとか、うんうんうん、いじってる感出ちゃうじゃないですか、うん、このエンブレムぐらいな感じでうっすらかけるのがいいです、ね、真っ黒にしちゃうとちょっと はい、悪そうな感じが出ちゃう。そうですね、はい、やんちゃ感出ちゃいますからね。この辺はちょっとテールランプは僕一切触ってないのはすごく好印象です、うん、そしてエンブレムもしっかり黒くなって、はい、あとマフラーが今回の車の場合、アーキュレーのマフラーが装着されているということで、これは車検対応のやつですよね、うん、ちゃんと規格にのっとっているやつ、こちらが音の方はこの後聞いてみたいと思います。こんな感じの外装になっております。かっこいい、かっこいいしか言ってないじゃないですかじゃ続いて内装の方を見てみたいと思います。内装の方がまたこれちょっと真っ黒黒の外装とガラッと変わって、うん、中はこの先色オレンジの先色オレンジオレンジかっていう話はねずっとありますけどね、毎回思います、はい、これどう見ても赤だろうこちらの内装になって、これメリノレザーの、これフルレザーではないんですよね、うん、まあ、一応スタンダードな、メリノレザーですけども、それでもなんかもう十分すぎやしません、う
あのセンターのコンソールもちゃんとステッチの入ってるレザーのものになってます。そうですね。でルーフライナーもしっかり黒いものになってる。でこれあれですよね、真ん中レザーが取ってるのはグランクーペだけなんですよ、うん、なんでちょっとグランクーペのこの特別感もかなりあるかですね。珍しく本当に BMW にしてはこうエロい。そうですね、色気だいぶありますよね、うんうん、どっちかっていうとちょっとこう男の子 な、 そうです、ね、なんか体育会系の内装多かったんですけど、はい、ちょっとあの色気のあるグランクーペらしい内装になっております、うん、そしてトリムの方はカーボンのトリムこちらになっています。じゃあ続いて乗ってみたいと思います。一応スカーフプレート、これ光らないやつですよね、うん、M6 の、はい、スカーフプレートになってて乗り込むと、あ、これペダルも 3D じゃないですか。そうですね、ほぼ 3D コンプリートじゃないですか、うん、しっかりこの辺もついてると、うん、ペダルって見えないですけど重要くないですか、乗り込む。やりたいですね、はい、なんかちょっと全体的なまとまりが全然違ってきますよね、うん、そしてステアリングは恒例の M のちょっと太めの、結構太いですよね、うん、こちらの。そしてスポークが細いマルチファンクションパドル付きのステアリングになってます。調整も当然電動の。でこれ車速に応じて可変するあれですよね、うん、M サーボトロニックでしたっけのステアリングになっております。でメーター良くないですか、うんうん、あの最近はもうこれもありがたいことにいろんな車乗せていただいて、あのちょっとこのアナログメーターの良さ、うんうん、再確認しました、はい、そしてメーターの方が330キロまで振ってありますけど、一応標準だと250キロリミッターですよね、うん、パフォーマンス入れてると305キロになるのかな、まあ、車のポテンシャルとしてはそのぐらいあると。そしてあとはナビの方も、で一応この年式のこの車の場合、まあ、DVD、CD、DVD もそうですし地デジももちろんついてますと、はい、でこれやっぱり使いやすいなっていう。そうね、はい、うん、最近タッチ多いじゃないですか、うん、はい、やっぱりこう物理スイッチはね、はい、何度も言うけど車は物理スイッチでお願いしたい。あとあのタッチだとあの指紋気になるんですよね、うんうんうん、やっぱりマイクロファイバー必須になるじゃないですか、うん、この年式のこの辺はかなりいいかな。でエアコンの方がデュアルゾーンですよね、うん、はい、デュアルのものになってると。でちゃんとこれはシンクロついてるじゃないですかついてます、はい、BM ついてる車ついてない車ありますよね、うん、で、まあ、使い方によって別についててもついてなくてもいいよっていう人多分少なくないと思うんですけど、うん、あのうち特に、奥さんと全然設定温度が合わないんですよ、うん、下げすぎると寒いって言われるし、うん、でやっぱりそこを刺さって今度一人で乗るときに合わせられるのはシンクロボタンかなりいいんじゃないかな、うん、あとシートヒーターベンチレーションもしっかりついてる、はい、はい、あのマッサージはついてないんですよね。ついてません、はい、はい、あと先ほどちょっと触れましたけどパネルカーボンで、はい、こんな感じで 3D のステッカーもこれ貼ってあります。あとは、このレスポンスが変えられる、はい、例の7速 DCT も、はい、貼っております。そしてあとはここ灰皿も未使用ですかね、灰皿じゃないよこれ、はい、チョコモノ入れになってる。だとアームレストの中は1個ずつ開くようになってて、はい、こんな感じで割と容量あります、うん、はい、そしてあとは USB とあと、AUX がついてると、はい、あとシートの方もメモリ2つ付きの調整かなり細かくできるタイプ、うん、BMW の、はい、あのこのシートって結構ポジション低めにこうわかります、すっごく低くできますよね、うんうん、それが好き、うん、これ歴代ずっとそうですよね、うん、BM って、うん、シートポジションすっごく下げられるので、うん、でこの低いスタイリングでもちゃんと窓がこの辺に、うん、わかります、こう乗りたくないんですよ、うん、そうそうそうそれ 窓からここ頭だけ出る、うんうん、こんなのができる、うん、調整の幅の広いシートになっております。そして先ほど触れた天井はアルカンタラですかね、ピラーもそうですし天井もそうですしバイザーも、はい、バイザービニールの車も多いじゃないですか、うん、ちゃんとバイザーもしっかりあるかなと。あとはここ本当にちょっと全然違いますね、なんかあのカスタムされたインテリアみたいな。そうね、もうちゃんとステッチの色も変えてあってね、はい、しっかり後ろまで、はいはい、内装のこれ色気すごいっすね、うん、あの M なのになんか全然本当にあの体育会系な感じがしない、うん、そしてあとはこの低い天井ですけど全然前も窮屈な感じしない。月村さんもどうですか。いやいいです、全然圧迫感はないですね、はい、セダンより7センチも低いって言うと、うん、なんか天井ちょっと低くてちょっと居住性悪いのかなと思いきや前全然ですよね、うん、だとさすがにフロントガラスは結構傾斜してるんですけど全然この辺も狭い感じしないですよね、うん、奥行きがあるからでしょうか。
こんな感じで。そして当然ヘッドアップディスプレイもついております。じゃあ続いて後ろの席も確認してみたいと思います。はい、これプロテクション貼ってありますね。そうですね、ドアエッジ、はい、これいいっすよね、うん、あの笛にちょっと当てちゃったりとかってなくないじゃないですか、うん、でこの透明のプロテクションの端だけ貼ってあるんでその辺の傷も守れてる。そして開けるとお願いいたします。はい、土のポジションが今、はい、なっておりますね。ただだいぶゆったりです。で背もたれも倒し気味です。ちょっと乗り込む時だけやっぱりルーフの低さあれですかね。ここが低いんでね、どうしてもこう入り込む時だけ。ただ入り込んじゃうと、まあ頭上は意外にゆったり、拳1個強ありますからね。だからシートがめっちゃよくできてるなと思ったんですよ、はい、うん、このお尻のポジションが低い、うん、かといってそのよく 2x2 にあるこうグエッてえぐれててなんか潜っちゃうような感じでもないので窮屈感もないしいいです。ただ膝はちょっと立っちゃうんですかね。そうですね、はい、こうゆったりこう、うん、ふくらはぎの裏つけられるというよりかは太ももの裏つけられるというかは少しこう膝が立つような感じ。ただ足元もそんなにタイトな感じではないです、うん、ですね。まあ膝はとりあえず手のひらがちょっと入るかなぐらいの感じですけど、まあ、そこを求める方はあの背中買っていただいて、ね、はいはい、スタイリングと両立する方はグランクーペかなりいいんじゃないでしょうか、うん、装備的にはいかがですか。吹き出しだけ。そうですね、吹き出しがあってでアームレストがよいしょ、そしてドリンクホルダーと小物入れが。小物入れです。あとトランクスルー標準でなってるのもグランクーペだけなんですよね。よいしょ。でシートの使用感も、うん、ないです、はい、かなり後ろは多分ほとんど使ってなかったんじゃないですかね。おそらくそうですよ、うん、はい、でクッションも割としっかりですけど、うん、沈み込む感じなんで快適性はかなりあるんじゃないかなと思います。いいと思います。はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクがこのエンブレムをしてこんな感じですね、はい、でパワーはついてないと、うん、はい、これでいい気がします。まあ十分じゃないですかね。最近ちっちゃいセダンでもついてるじゃないですか、はい、これこの間マット・ワッツさんが怒ってました、はいはい、いらないって、うん、まあしっかり手で開けるタイプです、うん、そしてトランクの方が一応460リッター、でこれシートを倒すと1265リッターということで、うん、まあ、もちろんその高さはないですけど、はい、あのこのスタイリングにしてはかなり優秀じゃないかなと、うん、勝手に思いました。でマットもついてますんで、ね、はい、積んだりするときに積んならないのもできますし、はいはい、これオプションですよね確か。このマットそうですよね、アクセサリーっていうの、はい、はい、いやなんか乗っかってますけどレイヤーサウンドが、はいはい、こちらも、今回の車は取り付けてあると、はい、これあれですよね、音出すスピーカーじゃなくて、うん、音だ、ちょっとこれあの差し込んでおきましょう、インサートで。そうですね、はい、僕の知識だと詳しく説明できないです、まあ、純正の音プラスアルファですごく良くなるような、うん、サウンドシステムも入ってると。あとはこの下もあるんでしたっけ。あ、下はないんですね。いや、あ、あら、あ、一応パンク修理キットとです、ね、あとバッテリーにアクセスできるようになってると、はいはい、ほぼ収納はない感じですよね、はい、ただゴルフバッグなんかも全然余裕でいけるのかな、うん、あと何気にシートもここで倒せるようになってるので、はい、いちいち前に回らなくても、うん、はい、利便性なんかは確保できるようになっております。じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、ちょっと紹介の前に、うん、新車の感覚で言ったらもうここだけで今の価値あると思います。そうですね、はい、はい、うん、今の車両価格のもうそのぐらいの価値あるじゃないですか。でスペック的なものを紹介させていただくと 4394cc、うん、約 4.4 リッター、V8 ツインターボ、これが X5M とか X6 から始まった 4.4 リッターの M のエンジンですよね。でパワーの方が560馬力、トルクの方が 69.3 キロということで、約70キロ、うん、そしてこれに組み合わせる DCT の方が、7速 DCT で、これ M 以外のモデルというのは8速の普通の車なんですよね、うん、なのでその辺が全然走りが違ってくると、で0100の方が 4.1 秒、あとは足回り的には0100で電子制御できるアクティブ M ディファレンシャルなんかも標準装備ですし、あとはブレーキ回生システム、あとアイドリングストップなんかも全部ついてると。で特に何回もご紹介させていただいてるんですけど、 M のこの V8 って、うん、ドロドロ言ってないんですよね、うんうん、AMG の V8 とかあとアメ車の V8 とかって、ね、ま、全然違う味付けですよね。ドロ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 って感じじゃないですか、うんうん、でこれこの後聞いてもらいますけど、うん、エンジン の, その排気音がなんかちょっと本当に
V8 ですかっていうぐらいなんか揃ってるというか、うん、直列っぽい音ですね。音しますよね、うん、はい、でちょっとこの辺走りなんかもかなり影響してくると思うので、ちょっとこの後乗ってみたいと思います。そしてあとは今回の車はグループ M、 これのカーボンインテークもついてる、はい、じゃあもう一通りいじってあるじゃないですか、うん、これ。そうですね、さらっとしてるけど電卓弾いていくと結構いくっていう、結構な金額ですね、はいはい、こんな感じのカスタマイズも施されております。続いて電動周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音聞いてみたいと思います。お願いします。めっちゃいい音してるいいじゃないですか、うん、あの車検 OK ですって説明してみたもののダメかもしれないですそうだね一応企画にはのっとってるんですけど、うん、今あの音量のあれもあるんですよね、うんうん、なんでもしかしたら測定したら、うん、なっちゃうかもしれないということで、これノーマルパーツって基本的にあります。あるんですね。あります。マフラーはあります。なるほど、うん、じゃあだいぶいいですね、うん、またマフラー買い直すとかって大変ですから。そうだね、まあ、状況に応じて、うん、まあ、戻せるのはかなりいいんじゃないかな。そしてちょっと出発前にいいですか、はい、ぶっちゃけちょっと欲しいなと思ったんですよで、僕は正直そんなにゆとりはないんで、うん、M いいなと思ったんですよ、うん、いやでもちょっと普通のグランクービでもいいな、うんうん、でもちろんその価格は M より安くなるじゃないですか、はいはいはい、でもその M たるところもあるじゃないですか、うんうん、でその価格差どうなんだろうっていうのが一つと、うん、あとそれで一緒に調べたんですけど、うん、車全然別なんですね、うんうん、なんか もちろん当たり前の話なんですけど、うん、通常ラインナップのモデルのちょっと良くなったのが M ぐらいの感覚だったんですよ、うんうん、そしたら車機能的なものが全部別ということで、うん、でパーツリストバーって見たんですよ、うん、そしたらまずプロペラシャフトがもう M 専用、あとハブとかナックルとか、リアのスイングアームとかも全部専用なんですよ、うんうん、あとアクセルサポートも前後ともに専用、うん、多分補強してなんか足してある感じだと思うんですけど、うん、もうそしたらなんかこう比べられないなと思って。そうだね、だもう M に乗りたいのか、うん、普通のグランドペに乗りたいのかっていうところになってきちゃうんで、ただ価格的には絶対M の方が残ってきますよ ね、うん、今後だ。ただ燃費だったりだとか、うん、あとその初期費用の部分で言ったら、まあ、もちろんある程度高くなっちゃうと思うんで、うん、ただスノーグランクーペもう程度そこそこで、まあ、ちょっと距離行ってれば相当安いからね今。本当買いっすよね、うん、で特にこの車はいじってあるし、うん、はい、そんなにこう個性的にはいじってないじゃないですか。ただいいのかなと、うんうん、もう王道ないじり方だもんね。そうそう、ただ若干1点だけちょっと訳ありなところが、うんうん、はい、はい、ちょっと紹介しといてなんですけど、はい、1点だけちょっと訳ありなところが、うん、オイニーが。そうですね、はい、ちょっとタバコの追いにがしますね。はい、タバコ、これはもうネットに載せてて、はい、問い合わせの電話なんかももらっても、はい、この車は禁煙車ではありませんってちゃんと開口一番伝えるようにしています。なるほど、はい、ただちょっとこれが受け入れられるのかられないのか、タバコ吸うのか吸わないのかって、うん、いや大丈夫だよ、自分吸うから大丈夫大丈夫っていう人は相当快な車ですけど、ね、そうですね、はい、でちょっと自分もタバコ吸わないしタバコ臭いのもちょっと苦手だなっていう方は、うん、これが許容範囲かどうかは、うん、ちょっと興味のある方はそうですね、現車確認していただいて、うん、ちなみに僕はするなと思いました。はい、僕もする、はい、します。ラリにするなと。はい、はい、でこれクリーニング済みなんですよね。もちろん済みです。はい、2回3回やってます。なるほど、はい、ということでちょい分けありということで。そうですね、はい、興味のある方はその辺はちょっとこう正し書きを、はい、確認していただけるといいんじゃないかなと、はい、参りましょう。はい、ちょっと待ってください。いやちょっと待ってください、ハンドルが
これいいっすね、うん、低い。このポジションを純正で取れるっていいよね、はい、いいっすよね。おメルセデスだとここまで低くならないよね。いや無理っす無理っす無理っす。そして結構低くてリップもついてるんですけど、多分このぐらいのクリアランスだったら、うん、まあ、もちろんそのすごい段差のとこはあれですけど、うん、はい、一般のプーって走る分にはそんなに気使わないで乗れるんじゃないかなと、ね、まあ、言っても僕がずっと車庫単乗りだったんで、うん、あんまり参考になるかどうかわかんないんですけども、ですね、ガソリンがないです、うん、はい、あとで入れましょう、はい。え、足結構いいじゃないですか、うんうん、え、だいぶいいっすよ、うん、ちょっとゴツゴツ言いますけど、ね、はい、もっとなんかこの車高なんでこういうのを想像してたら、うん、割と動く。そこはやっぱりチューナーもろっすね。そうですね、うん、え、じゃあもうほぼこれあれじゃないですか、 3D のコンプリートじゃないですか、うん、足もそうだし、うん、はい、シャキシャキ走っていいですか。どうぞ。速い、うん、あれこんな速かったでしたっけ、うんうん、速い。ちなみに今モードは全部ノーマルコンフォート、はい、はい、あれちょっとあの足変えてあるのと吸気やってあるからか、うんうんうん、すんごいスポーティーですね、うん、シュイーンって音聞こえるし、ほら、うん、M6 もそうだしグランクーヴェも何台か乗せてもらったんですけど、はい、こんなにあのノーマルと違うんかと思って今びっくりしました、うん、そしてステアリングなんかはこのしっとり重めの M の、うん、そしてブレーキも効く、うん、乗りやすい、乗りやすいよね、乗りやすいっすよ、そうなのよ、乗りやすいよね、うん、ちょっとモード変えていいですか。モード変えのこれ、はい、そして今、あ、これ今 M1 に入ってるのが、うん、エンジンがスポーツ、その他コンフォート、うん、はい、あるあるですね、うんうん、で M2 がエンジン、スポーツプラス、足スポーツ、ステアリングスポーツ、はい、はい、あ、ステアリングめっちゃ重くなりますね、スポーツにすると。そしてエンジンの方もレスポンスが多分良くなってるんじゃないかなと。え、いいな良くないっすか。あ、審査しますか。どの審査かけましょう。ちょ、ノーマル。いやでも本当に今 M5、M6 絶対買いだと思うんですよ。買いだと思う、俺も。で、あと僕いいのと、いいなと思うのは、あの BM って、まあ、車種にもよるんですけど、うん、前期後期が分かりづらくないですか、うんうん、特にこの6。そうね。ほぼ分かんないじゃないですか。まあ、もちろんその知ってる人からしたら全然ライト違うよとかってあると思うんですけど、うん、僕個人的にはほぼ分かんないんじゃないかなっていう。どうしてもその後期が出た時にちょっと見劣りする感じがいろんな車、大体の車ありますけど、それがあんまりない。あと機能的なものもこのぐらいで完成してません？うん、年式で。そうですね、そう思う。この特にね、メーター周りとか、いやこれだよ最近なのこう、これもいいっす、いいっすけどね、いろいろこうメーターに液晶でアナログ表示されても、はい、ピンとこないんだよな。エモーショナルな感じないですか。エモくない。俺の中では、まあ、メーターにこう地図表示とかメディア表示とかもすごくいいですけどね。それではじゃあスポーツプラス、うわめっちゃ引っ張る、ロケットじゃないですかもうブーストかかると、はい、え、これ相当切れた走りできますね。レスポンスもいい、これ吸気いいっすね吸気チューン、シュイーンって、うん、気持ちいいよね。そうっすね。どうすか、すごい
ラグジュアリーな感じというか、うん、からものすごいスポーティーな感じだと、うん、でしかもこの年式の BM っていかようにでもできるじゃないですか、うんうん、インターフェースつけて、うんうん、別にカープレイっていうかそのそうねミラーリングしたりとか、うん、そしたらもうネットフリックスとか YouTube とかも見れるし、うん、地図も Google のマップが使えるじゃないですか、うん、別に何万円もかけてアップデートする必要もないし必要もないですね。おう、買いだな。ちょっとノーマル、ノーマル探すな。56探しますノーマル。昨日、はい、USS 名古屋で、はいはい、シルバーの M6 が出てて後期、はい、8000キロぐらいだったかな、はい、もう絶対欲しいと思ったんだけどやっぱ買えなかったね。あ、マジですか。ああ、え、高くなっちゃったんですか。高かった、みんな見てんだよね。ああ、でも BM ってそんなにあのバブってないっすね、うんうん、なんか他の車種ってみんなバブっちゃってるじゃないですか。そう、スーパーカーなんか軒並み値上がりしちゃってるし、うん、ポルシェなんかもそうだし、メルセデスもだって一部車種もとんでもない金額になってるじゃないですか、うんうん、で今結構上がってきてるのが C63。 あ、そうなんですか。あの NA のやつはもう完全に204ですよね。完全に V 字で上がってて、で釣られて205も、はあ、いやだってもう次がだって2リッターって言われちゃってるじゃないです か、 だかこれも怪しいですよ、うん、はあ、だから今のうちだと思うけどね。あの V 点が多分評価されると思うんです、うん、僕の予想だと、うん、でその後この4.4、ね、うん、ターボもいいよね、うん、でこれが次ハイブリッドとかになったら、うん、あのもうすごい大きな分かれ目になると思うんですよね、うん、ただ今その新車も滞ってるし、うん、いろんなこう動きが出てるじゃないですか。そうだね、だからまだ安定してるっすけど、この辺はぜひ乗っときたい。事故多発地点です。いや、この乗りやすさはでもびっくりしたっす、うん、V 点がもう今程度のいいのが本当にないから。そうですね、うん、だから V 点の距離薄とか出てきたらとんでもないことになるでしょうね、うんうん、でこれも見たんですよ。これもあの距離薄ないんですよ、うん、ない、もう大体4万キロ以上走ってるんですよね、うん、だそれがなんかもうこの日常使いできちゃうのをもう表してますね、うん、そうだね、乗れちゃう、うん、そんなにめちゃくちゃ趣味性が高いわけじゃないから、うん、これ結構長期所有してて、うん、日常乗って結構距離が走ってる車も多い。だってこれ1台で済んじゃうもんね。確かに、うん、家族で出かけられて、うん、ゴルフも行けて、うん、でサイズ的にもそんなにこうめちゃくちゃ大変なサイズじゃないじゃないですか、都内も。なんでなんですかね、うん、この日本のこの評価、うん、BM アウディのこの評価、先月ドイツ行かせてもらったじゃないですか、はいはいはい、BM アウディのあの多さやばいっすよ。もう完全にあの感覚的にですけど、なんかあのメルセデスと変わらないぐらい走ってる感じ、アウディとか BM が。特にアウディめっちゃ多かったっすね。メーカーのちょっとイメージ的なものもありますよね。だからこそ逆にここなんですよ、うん、そうだね、はい、だってもう言ったら3とか上がっちゃってるじゃないですか、うんうん、上がっちゃってるのか下がってないのか分かんないですけど、だって古い3とかも買えないですよ。買えないね、高くて。そこをこれを、いやでもこれ今ね、本当 M6M5 は買いだよ。本当今しかないね。もう多分う、ね、うん、時間の問題だと思う。みんながこうあれそういえばねえなって気がついた時にはもう遅いですよね、うん、ベンチレーション使いましょう。で、はい、なんか片意地張らずに座れるじゃない BMW って。はい、わ、はいはい、かります、うん、まあその特別感が薄いのはねあれだけど、いや逆にいいとこですよ、うん、
あ、これシートめっちゃタイトにできるんですね、うん、改めてやるとセミ掛けぐらいまでいくじゃないですか、うんうん、あれこんなに調整できるんでしたっけ、うん、今こことこの肩を一番ギュッてしました、うん、いや相当いいよね。えベンチレーション涼しい、うん、腰が特になんかやっぱ匂いがた、ね、な匂いを吹き出してる感じがする。オイニーがどこから、うん、なんか強まってる感じがするな、うんうん、ここはあの個人差あるんで、うん、そうだね、興味のある方に鑑定してもらいましょう、はい、うん、さっきもちょっと話出てたんですけど、ぶっちゃけその喫煙者ってマイナス査定なんですよね、うん、うちはね、あ、そう、触れてこなかったんですけど、今回の車はレーダー探知機、うん、この車必要っすね。そうだね、免許なくなっちゃいます、うん、でもスポーツプラス、スポーツスポーツでも、うん、全然普通に乗ろうと思えば全然ギクシャク感なく乗れちゃうんですよ、うん、全然、え、M スポーツデファレンシャルでしたっけ、うん、そんな感じ全然せず、全然快適に乗れちゃう。でカーボンセラミックも全然癖がないです。そう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 、うん、結構ね。で今のところ全然音も出ないし、うん、結構音出るやつもあるじゃないですか、うん、全然ない。冷えてても全然普通に使えるし。え、ローター交換になったら100万円だろうって言うんですけど、うん、減らないじゃないですか、うん、カーボンセラミックってあんまり。そうね、シールローターより、うん、あと BM 普通のスチールのローターだとめっちゃダスト出ますけど、うん、カーボンセラミックだと汚れにくいのもかなりいいかなと、うん、ローター割らなきゃ割らない、そうですね、割らなきゃね、もう、まあ、普通に乗ってれば割れる感はないと思うんですけど、ね、いやー勉強になりました、ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、はい、あの結構いじってあるんで、うん、あのすごく万人受けするとは言わないんですけど、はい、あのちょっと気が利いたのが欲しいなとか、そうですね、なんかいじる予定があるよっていう方には、はい、かなりお買い得じゃないかと思うんですよ、うん、でも結構いじってありますけども、はい、ここからなんか仕様変更するとか、うん、まあ、あとはなんかパス、足す、引く、はい、ご相談いただければ。そうですね、まあもうほぼほぼこのままいけますけどね、はい、まあいろいろご提案できるんじゃないかなと思います、うん、というわけで今回は BMW M6 グランクーペをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。